はい、どうも、和田です。どうもです。今日はすごい企画を発表しちゃいましょう。私とあなたで世界を変える企画ですよ。こんな感じ言ってみましょう。はい、足立元一インキュベーションファクトリー、世界をワクワクさせるアイデア会議、これやりたいと思います。インキュベーションってわかりますか？羽化させるみたいな単語ですよね。鳥の卵を羽化させるみたいな、卵を大きく育てるみたいなことですよ。なんでこんなことを思いついたかというと、まあ話をしていきましょう。先日飲み屋でね、まあ仲間と酒飲んでね、ある人にね、足立さん、寂しいご老人の話し相手になるビジネスってあると思うんですよって言われたのね。まあその方はコールセンターでずっとお仕事をされていた方で、いろんなご老人がまあなんかコールセンターに電話かけてきて豚話をしたいんだって、そういうニーズがあるんだよっていうのを俺に教えてくれて、そこで俺はありますね、それやりましょうか、一緒に僕作ってあげますよって感じで、ちょうど今これ制作が始まってるんだけど、シルバーマッチングアプリっていうのを作ろうと思って、まあマッチングっつってもさ、いわゆるあの出会いで出会って恋愛するっていうアプリとはまた違うんだけども、いわゆるマッチングさ、お話をしたいご老人、お話をしたいご老人、私こんなあのテーマで話をしたい、私こんなことを悩んでる、こんな話をしたいっていうご老人同士をマッチングして、お互いでこう、まあ井戸端会議じゃないけどさ、現代のウェブ版井戸端会議じゃないけどさ、聞いてよ、まったくさ、うちの嫁がさみたいなことさ、まあそんなことも含めて、いろいろご老人たちが自分の話し相手をこのご時世だからウェブでマッチングで見つけるっていうアプリはあるんじゃねえかなと思って、これ今制作を始めているのね。こういうことさ、つまりね、実現力よ。申し訳ないけど、俺には実現力があるから、物を形作っちゃう力があるから、これ俺ほんと自信持って言いたいんだけど、まあまあまあ言うたってクリエイトする仕事をさ、放送作家から始めてさ、まあもう30年35年やってんだから、そんな力は身につくさ、だからって年の子だよ。とにかく物を実現する力があります。あなたのアイディアを実際に形にして世の中に出す力があります、私には。そしてね、アイディアとコネクションと金はある、ちっちゃく金って書いてありますけども、アイディアはあるさ、そのあなたの思いつきをどうやったら形になって世の中に受けるようになって、何がダメで何がいいのかっていうアイディアは俺の中には全部詰まってるさ。そしてコネクションはあるよ。電話一本で何だって動かせるよ。これは本当申し訳ないけど、長いこといろんなことをいろんな人といろんなところに首突っ込んでいろんなことやってきたから、あれだったらあの人とあの人に電話すればもうすぐできちゃうなっていうのがピッと思いつく。そして金も、大金はないよ、でもお金も出してやるよ、別にそんな何千万は出さないよ、別に100万200万ぐらいでできるんだったら出してあげますよ、もちろん。そしてね、もちろんあなたのアイデアをパクって俺が儲けようって話じゃないよ。俺がやってあげるから一緒にやりましょう。そしてもちろん儲けは分けましょうよ、どのくらいのパーセンテージか置いといて、まあ、あなたと俺が半々出資だったら半々折半ですよ、俺がやってやるからね、そんな感じで思っていますね。あなたの夢の企画を叶えましょう、世に出しましょう。いろんな人がいろんなことを思ってると思うんだよね。あんなことやったら面白いんじゃないかな、これ絶対あると思ったんだけど、なんか誰か聞いてくんねえかなっていうのを俺がやってやるよ、俺がやってやるよ。実現する力がある、アイデアはある、まあ、ちょっとした資金も出してあげる。なので一緒に儲けましょう。そして世の中に貢献しましょう、ありがとうってやりましょう。現実に今俺がちょうどやってるプロジェクトがもう山のようにあるんだけど、そのいくつかを紹介するね。どれも誰かから何か言われて、よっしゃそれこれやってあげるよっつってやってるプロジェクトなんだ。いくつか紹介するね。セドナヒーリング、これはもう俺結構長いことやってるんでご存知の方も多いと思いますけども、これもセドナに森さんっていうお友達がいて、森さんが、いやー、セドナの素晴らしいヒーリング、ヒーラー、エネルギー、それを日本に届けたいんだよねって相談を受けて、よっしゃやろう森さん、それは乗った、この時代やる価値があるって言って、これはもう結構5年ぐらいやってるから細々だけどね、でもセドナのいろんなエネルギースポットとか、いわゆるヒーラーを日本に紹介したりとか、あとセドナヒーリングストーンつって、セドナの石にはエネルギーがキュッて詰まってるから、それを日本で展開するみたいなビジネスをやっていて、これね、ちょうどね、先週の土曜日から日本中の店舗で並ぶようになったから、ちょっとぜひ寄ってみてください。店舗名言っていいのかな、まあ、気になったら俺にメールくれれば教えますけれども、日本中の石屋さんで、扱ってもらえるようになったみたいなことをやったりとか、次もね、これはポンポンでいくね、ラスベガスミュージック、これも俺のまあまあ友人から、ラスベガス、その友人は珍しい友人で、ラスベガスで公演を、公演っていうのはいわゆる
音楽ね、音楽とマジックみたいな公演をずっとやってきたプロデューサーで、私さん、俺そういう能力持ってるんだよねって言うから、あ、じゃあいいよ、ラスベガスにみんな連れてってさ、みんなで舞台に立つみたいな、そういうのやろうよっていうので、これも始めて、もう 何名かラスベガスまで、いや私連れてってくださいって人いるから、その人たちを連れてって喜んでもらって、もちろんビジネスとして成立するっていう形に持ってっているのね。こんなのもあるし、これもそう、アイドル化粧品、これ今ちょうどやってるところでクラウドファンディングのページを作ってる最中で、まだ公開していないから0人0円だけれども、これもね、とある美容アイドルなんだよ。美容のインスタグラムをやっていて、結構人気があるアイドルの女の子が、その事務所からね頼まれてね、商品を作りたいと、彼女インスタで頑張って人を集めてるから、彼女のオリジナル、初のオリジナル商品を作ってあげたいんだって俺のとこ相談が来て、任せてくれよ、そんな簡単だよっつって、物を作る会社、物を売る通販の会社、そしてクラウドファンディングの会社、これは俺も電話1本2本3本かけてこの3つが揃うから、それを揃えて今みんなして、その彼女のオリジナル化粧品を作ってるみたいなこともできるし、これもね、ふさふさマシン、これも俺の、まあ、親しい友人が、私さん、うちにふさふさマシンっていう髪の毛が生える効果のあるマシンを作ったっていうから、これを展開しようって言うから、ああ分かった分かった、一緒にやろうじゃねえかっつって、これも前もね、俺のメディアでも少し呼びかけたと思うけれども、いろんな人に今使ってもらって、まあ毛がどんどん生えてきてるって声も多くて、これもだから誰かからの依頼で、一緒、阿部さんこんなんやろうよ一緒にってんでやった例ね。こんなばっかりだよ、もういくつか紹介しよう。ナイトピンポン、これがさ、このコロナ騒動で中止になっちゃったんだけど、これも卓球選手から相談受けて、足立さん、卓球確かに試合盛り上がってるけれども、今もっと夜の酒場でこうレーザービームがビュンビュンになってて、蛍光塗料で光る卓球台と卓球ボールのラケットで卓球やるみたいな、 DJ 入って盛り上がるみたいな、酒飲んでイエーイみたいな、そういう卓球やりたいって言うから、任してくれ簡単だよっつって、これもとある芸能事務所で卓球好きの芸能人の方に電話一本して協力してもらって、卓球、その卓球会社の方のグッズを開発するのはその卓球選手にお願いして、お互いの持ってる力を出し合って、協会を作ろう、ナイトピンポン協会っていうのを作ろうっつって、日本中に広めようっていう運動を、ちょっと一旦コロナで止まってけれども、また秋ぐらいからやろうと思っています。あとね、まあ、もう一個ぐらいね、ヘンプオイル、これもまあヘンプオイルで調べてもらえば分かると思うんだけど、グリーンラッシュっていうのが来るから、グリーンラッシュっていうのが世界的に来るから、昔ゴールドラッシュあったでしょ、あれのグリーン版、グリーンラッシュっていうのが来るんだよ。これをいち早く、これの原料を日本で持っているっていう人がいて、あたしさん、これなんとか売りたいんです、なんとかこのヘンプのブームを起こしたいんですって言うから、任してくれ、俺任してくれっつって、これも今始めたところねみたいな。多分ね、半年後ぐらいにね、ヘンプグリーンラッシュ来た、足立さんに言ってたあれだっていうのを思いつくと思う、気づくと思うわ、みたいなこと、みたいなこと。要は何が言いたいかというと、あなたの持っているアイデア、コンテンツ、まだ売れてないんだけれども、これはとてもいい企画、商品だと思うっていうものを俺に言ってくれて、俺が乗ったらね、俺が面白いって思ったら、それを俺が一緒に仕掛けてやるよ、あなたと一緒に仕掛けてやるよ、そして儲けを分けようよ、そしてみんなに喜ばれようよ、ありがとうって言われようよ、いいものが、面白いものが世の中に出てきたなって言われようよ、そういうのをやりたいと思います。最初に言っとくけど、ただの何にもない、ただの思いつきのアイディア、まあでもいいか、でもさ、例えばさ、私さ、僕はがんを撲滅したいんだと思いますとか言われても、それはいい企画だけど、俺にはできないよ、がんを撲滅することは。だから俺にできる範囲だよね、俺にできる範囲、そして俺が面白いと思うこと、そしてあなたが俺と一緒にやってみたいと思うことがあったら、あ、どしどしくだされば、それを一個一個吟味して現実化していきたいと思います。これはね、もう毎週こういう放送をやろうかと思って、ちょっと面白いから、世の中のためになれるじゃん、俺がさ、長い年月をかけてさ、身につけた企画を実現する能力だよ、これは。俺は人より本当に優れてると自信を持ってるよ、企画を実現する能力だよ。それをせっかく身についたんだから、神様ありがとうも含めて皆さんに還元したいと思うよ、いい、そしていい企画を世の中に出そう、感謝されよう、そして一緒に儲けよう、これをやっていきたいと思います、っていう感じかな。なので、どしどしアイディア、面白いことを送ってもらえればと思ってますね。こんなことで、こんな動画を撮ったので、最後に2枚恒例のスライドを読み上げて終わりにしましょうか。俺の講演会ではいつもやる2枚ですけどね、まあ急にこの2枚読んでも分かんないと思うけれども、まあなんとなく俺の言いたいことがラスト伝わればいいなと思っておりますね。
お、はい、いいですか。思いついたことはやってみましょう。思いついたらやんなきゃダメだからね。いい？誘いは断らずに乗ってみましょう。誘いには何かがあるね、行ったことのない場所に行ってみましょう。やったことのない趣味に挑戦しましょう。いつもの居酒屋に行かないで入ったことのない店に入りましょう。いつもと同じ居酒屋に、いつもと同じ仲間と行って、いつもと同じ口をこぼしたらもう人生が腐っていくだけだから。ゆっくり死んでいくのと一緒だから踏み出してみようよ。俺のところに踏み出してこいよね。新しい友達を作りましょう。いつもと違うジャンルの本、映画、音楽を体験しましょう。新しいお話をいただいたときはまずやる方向で考えましょう。できない理由から考えたら何も始まらない。いいですかね。好奇心旺盛でいきましょう。自分を甘やかさないで追い詰めてみましょう。自分の能力の高さを信じてやりましょう。大丈夫、あなたできるから。俺と一緒だったらできるから。いいですかね。動きまくって風を起こします。風と一緒に変化が始まります。変化が始まるとワクワクが溢れてきます。なんか違うことが起きてきたな、ワクワクしてきたなってことになりますね。ワクワク溢れると脳に刺激が入ります。脳に刺激が入ると脳のパワーが上がります。脳のパワーが上がると疲れなくなります。現在しか見えなくなります。いい。過去に悩んで未来に不安を感じるなんてバカみたいなことがなくなります。そしていつもあなたが笑顔になります。そんな笑顔のあなたと仕事をしたいという仲間があなたの周りにどん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 集まってきます。あなたの周りがあなたのサポーターだらけになります。そしてついには人生を変える運気がやってくると思っています。いいですか。あなたの夢を叶えましょう。一緒に世界をワクワクさせて、一緒に感謝されて、一緒に儲けましょうと思っています。ごめん、これ最後に言ったけど、ここで俺がお金を取ろうなんて1円も持ってないから、あなたは1円も出さなくていいよ。あなたが持ってるアイデアとリソースを俺に見せてくれよ。そしたら俺が実現させてあげるから。いいですか。そんなことをやっていければなと思っています。よし、頑張っていきましょう。私でした。